島原鉄道線。島原鉄道線は、長崎県諫早市の諫早駅から同県島原市の島原外交駅までを結ぶ島原鉄道の鉄道路線である。島原半島の北岸から東岸を走る鉄道路線。非電化ローカル線であるが、諫早口では、近郊輸送の役割も担っている。かつては、博多駅までの国鉄線直通優等列車や、長崎駅。 佐世保駅への直通列車も運行していたが廃止され、島原半島と福岡県、長崎県を広域に結ぶ連絡機能は失われた。以前は、島原外交駅からさらに、南島原市の和佐駅までを結んでいたが、同区間は2008年、平成20年4月1日に廃止された、歴史にて衝突。部分廃止以前は、諫早南島原間が、北目線、 南島原和佐間は南目線、南目線と呼ばれていた。南目線は南島原島原外交間の一区間が存続している。通称北目線と呼ばれる諫早南島原間は島原鉄道によって同じく南目線と呼ばれる南島原和佐間は冒険会社の口の津鉄道によって開業した。両社は1943年、 昭和18年に合併した。1958年昭和33年から伊佐早駅より国鉄長崎本線に乗り入れて長崎駅まで直通運転を開始した。1960年昭和35年には国鉄の準急、後に急降下に併結して博多駅までの直通運転を開始した。国鉄線への乗り入れは1980年。 昭和55年まで行われた。これについては、長崎本線優等列車遠隔も参照されたい。雲仙不元竹の噴火活動が1991年、平成3年頃から活発となり、同年火砕流により南島原二間が約半年間不通となる。翌年には、島原外交深江間は土石流により不通となり、1993年、 平成5年にこの区間を休止して防災工事が行われた。1997年、平成9年に島原外交深江間の高架化が完成し、運行を再開した。南島原和佐間が赤字の約8割を占めていたことから、2004年度から廃止が検討され始め、同区間は1970年代にも廃止が検討されたが、 もう反対に相撤回された、島原鉄道は2007年、平成19年1月31日に、島原外交和佐間館を2008年、平成20年4月1日に廃止する方針を発表した、当初の廃止予定区間は、南島原和佐間館であったが、島原市の要望を受けて、島原外交和佐間館となった。普賢岳噴火災害復旧に伴って建設された。 設備の大半も10年余りで役目を終えることとなった。2018年8月4日、改正ダイヤでは、伊佐早、本伊佐早南島原、島原外交間に、約15から60分に1本の24往復が、運行されており、内島原外交発着は折り20本上り21本、島原外交行き下り始発列車のみ本伊佐早発、内1往復が、 急行列車として運行されている、運賃だけで利用可能で、ベッド料金は不要。停車駅は、駅一覧を参照。この他、諫早本諫早間のみ、運転の区間列車が下り13本上り12本、島原島原外交間の区間列車も、日中のみ5往復あり、諫早発の最終が22時台で2本ある。ほとんどの列車で、単行運用、一両編成の、 ワンマン運転を実施しているが、2両以上の編成の列車や時間帯によっては、車掌が乗務している島原外交域の場合、車掌乗務の列車であっても南島原島原外交間では車両を切り離してワンマン運転となることが多い。ワンマン運転の際には、駅員の配置の有無に関係なく、乗車時に車内で整理券を取って、降車時に乗車券、 運賃と共に運転士に渡すことにより、車内で生産を行う。一部の駅には、自動券売機が設置されているが、時期券ではないため、伊佐早駅の自動改札機は通れない。伊佐早駅で運転士からもらえる出場証も、自動改札機には対応しない。列車番号は、島原外交、南島原発着の普通列車が100番台、急行列車が200番台。 本伊佐派や発着の列車が50番台、島原島原外交間の区間列車が60番台となっている。本伊佐派や発着の列車については60番以降の番号は使われておらず、59番よりあとは51から1番のように枝番を使って表している。全列車が起動車によって運転されているが、起動車列車を表す D は使われていない。2008年。 平成20年の島原外交和佐間の廃止前は、同年3月時点で、諫早和ズ間を通して走る列車、南島原駅で乗り換えとなる場合もあったが1から2時間に1本、停度下り12本上り13本運転されていたほか、諫早南島原伊諫早本諫早間の区間列車も運転されていた。急行列車は折り1本、上り2本のみの運転だった。 廃止区間においての最終は19から20時代であった。島原外交和佐間の廃止後は列車が増発され、2009年1月時点で急行列車は下り8本上り9本が設定されていたが、2017年8月時点には急行列車は下り3本上り2本にまで減少している。1980年代まで運行されていた。 休行列車は 10km 以上乗車する場合に、限り休行料金が必要であった。1997年、平成9年に、雲仙普賢岳噴火災害復旧後時間制に伴い復活した休行列車では、休行料金が用となっている。1997年の災害復旧後に、観光トロッコ列車、島鉄ハッピートレインが運行開始され、 毎年4月から11月まで運行されていたが、島原外交和佐間の廃止により運行を終了している。島原鉄道線の近年の輸送実績を過表に記す。輸送量は減少している。表中、輸送人員の単位は万人。輸送人員は年度での値。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、 最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。島原鉄道線の近年の収入実績を過表に記す。表中、収入の単位は千円。数値は年度での値。手、小荷物収入には郵便物収入を含む。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、 最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。大人普通旅客運賃、小に半額、10円未満切り上げ。2014年、平成26年4月1日改定。休校料金は不要。長崎スマートカードでの支払いは不可。2013年時点では、レール及び標識等は撤去されたものの、大部分で、 路盤や橋梁等は残されている。廃線跡は大部分が島原鉄道の私有地となっており、沿線自治体であった島原市や南島原市が今後の土地活用を模索している。駅舎は旧口の津駅を除いて現存しているほか、旧割合駅舎はバス待ち所として活用されている。島原鉄道では廃止区間の代替交通として並行する バス路線を増便した1時間あたり1から2本程度途中区間便あり。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。